どうも、僕です、今日はねマクドナルドで、ちょっとでっかいやつ買ってきました。今話題のなんかビッグマックのさらにでかいやつみたいな、グランデサイズっていうんですかね。よし、こんなでっかいビッグマックを買ってみましたよ。こんな感じですね。そしてね、ちょっとね、先日動画で見たんですけどね、このポテトがまたでかい。このサイズですからね。私が持ってる iPhone が、5S なんですけども、 5S と比べて もうパッケージからしてね、高さ上回ってるくらいでかい、そんなポテトでございます。このねドリンクもかなりでかい。なんかね、よく見る映画ね、あのアメリカの映画館でみんなが飲んでるような、そんなでかいサイズだと思います。あれ、ストローどこ行ったかな。ちょっとまあストロー見当たらないんで、まあそのまま行こうと思います。なんかね、飲み口がね、ストロー刺すとこが2つになってるんですね。だから2人で飲んでもいいのかなっていう、そういう蓋になっております。今日はね、あの持ち帰りだったんで、炭酸飲料にしてしまうともう気が抜けて大変なことになると思いましたので、そうケンビちゃんしておきました。の美味しさだね。はい、じゃあハンバーガーですね。ハンバーガーでけえな、これでけえし食べづらいよね、このねビッグマックってね。なんでこんなにボロボロこぼれるんだろうね。それだったらさ、袋に包んでくれればね、ボロボロこぼれないで食べやすいと思うんだけどね。なんか頼むとね、あのちゃんと袋に包装してくれるらしいですよ。ビッグマック袋に包んでください。いやね、手汚すのが嫌な方は袋を頼んでみてはどうでしょうか。じゃあいただきます。うん。いつものビッグマックですね。味は特別新しさを一切感じないですね。これなんか変わってたらごめんなさい。同じ大きいサイズのハンバーガーなビッグマッククォーターパウンダーの方が美味しい気がするんですけどね。皆さんの好みはどうなんでしょう。多分このサイズのハンバーガーなら3個は食べれるかな。ごちそうさまでした。いいでもポテトまだ全然手つけてないんですけどね。はい、っていう感じでね、ビッグマック食べてまいりましたけども、まああの手汚れたりするのはね、嫌な人はやっぱ袋を包んでもらうのをお願いするといいと思います。私もね、今度そうしようと思います。失敗しました。正直ドリンクもこんなでかいのいらないしね。それともこのサイズならみんなでシェアすればいいので、まあ一人で食べといていう感じではないのかな。はい、ゆるい動画になりましたけど、本日はビッグマックをノンストップで食べてみた以上です。じゃあねー。